ボードを運ぶ場合はこちらの輪周コードの輪っかに手を入れていただいて、こちらの手でボードの中心のハンドルを掴んで担ぐようになります。片手でボードとパドルを運ぶ場合はこちらのハンドルの方にパドルを置いていただいて、こういった形で運ぶようになります。安全のためにこちらのリーシュコードを足首の方にこういった感じでしっかりと留めていきます。サップをする際は必ずライフジャケットを着用して行ってください。膝をついて漕ぐ場合はこちらのハンドルの前のライン上に膝を置いていただいて、肩幅ぐらいのスタンスで座るようになります。膝をついて漕ぐ場合はパドルをこういった感じで三角形に持っていただいて、ボードの横をしっかりと体を使って漕いでいきます。膝をついた状態から立ち上がる場合はパドルを前に置いていただいて、片足ずつゆっくりと立ち上がっていくような形になります。立って漕ぐ場合はこちらの T のところを軽く握っていただいて三角形を作ります。そしてまた同じようにボードの横をしっかりと漕いでいくような形になります。パドルを漕ぐ際は右ばっかり漕いでしまうと左方向に進んでしまいます。左ばっかり漕いでしまうと右方向に行ってしまいますので、左右をバランスよく漕ぎながら進行方向を向いてしっかりと漕いでください。サップを漕いでる際にバランスを崩した場合は膝から前の方に倒れていただくと落ちる確率が減ります。どうもこんにちは。こんにちは。じゃあこちらのご案内いたします。気持ちいい。